皆さんこんにちは、香港生活百貨店です。私は今ですね、アバディーンというところの、画廊に向かっています。今日はですね、画廊のオープニングが2つありまして、それと見てない展覧会1つ見に行こうと思ってます。で、最初はギャラリーエグジット、そしてエドワード・マランジェ、そしてエンプティです。さあ着きました。こちらまずギャラリーエグジットです。今日はですね、ジムズラムという若いキュレーターが3人の若手香港アーティストの展覧会をやっていると聞いてやってきました。最初の展示はですね、ガイウィンラム。こちらですね、ご覧のように魚、人の服を着た魚がですね、たくさん、これ香港の有名な風景の中に物語性を持って存在しているというペインティングですね。次の作品なんですけれども、こちらはですね、ヨークオック君というアーティストで、今回が初めてのソロでの展示です。作品タイトルは Waiting for a Girl Like You。 こちらですね、有名なドイツのブルガールというビールがあるんですけど、香港で大人気なんですね。で、このビール のタイトルのブルガールはですね、実はギリシャの女神なんですよ。で、この女神についてのリサーチをしまして、で、女神に関するいろいろな資料だったりとか、その女神のドローイングですね、今見た。で、ビデオですね。ビデオは女神のろうそくを、作ったろうそくを火を灯しているビデオ、映しているビデオです。で、こちらブルーガールのいろんなノベルティグッズ、ビールを買ったらもらえるようないろんなグッズを集めたりとかですね、いろんなその女神についてのコレクションというか、リサーチをしたものについてのこれ資料展示もしてある。これ全部一つの作品です。で、彼はこのブルーガールのこの神様 のキャストを作って、像を自分で粘土で作りまして、それの型を取ってですね、ガラスとかセメントとかで像をたくさん作って展示しています。で、この全体の展覧会のタイトルなんですが、 Let's try catching steam with bare hands。 素手で蒸気を掴もうよといったような、蒸気を掴んでみると、とても大変不可能だよっていうことをやってるよというタイトルになってまして、いろんな社会 のパワーバランスだったり、コービットのシチュエーションだったりっていうことをテーマにしています。で、こちら のセメントで作ってある、これプールのセメントで作ってあるんですね。プールのなんて言うんでしょう、レーン の仕切りです。で、こちら の次の作品ですね、3人目はですね、チャンワイラップ。で、チャマイラップはですね、実はこの3人の中では一番アーティストとして成功しています。で、これ全部プール のドローイングなんですね。プールを一番真上から見たようなドローイングを、違うプールなんですが、これ全部香港の大学にある大学のプール の図というかドローイングなんです。で、これ新作で、COVID のコロナ の状況下ではプールに入れないんですが、そのプールをですね、その作家がその図面だけを見て想像で描いている作品になってますね。で、この一番最後の作品、かなり大きい作品です。で、次の画廊がエドワード・マランジェ・ギャラリー。エドワード・マランジェはですね、実はパリとロンドンにあるすごい大きい画廊で、こちらエドワード・マランジェは実はその息子さんが始めた、アジアで始めたギャラリーですね。で、作家は高新丹キティという、中堅の、香港の中堅の作家なんですけど、これ鉄条網がちょっと見えにくいんですがありまして、鉄条網のカーテンになってるんです。で、鉄条網のカーテンが、時間を置いてそのビーって自動でこうやって動いていくみたいな作品ですね。で、これ一緒にインストールしてある、インスタレーションしてある鉄条網ですね。一緒にインスタレーションしてあるものがですね、床にそのいろんなその工業的な、工人体よくその工業的なものを使うんですけど、オイルのタンクを半分に切ったり、ちょっと形をですね変えて置いてあるんですけれども、で、壁に置いて、壁にその展示してあるのもやはりそのオイルのタンクなんですね。で、オイルのタンクを真っ二つとか、ちょっと少なめに切ったりして、実は中に人間の手術の時に使うヨード、消毒剤のヨードですね、これをベタベタ塗って、たくさんその骨をつなぐ時に使うような金具を思わせるものを使って、ちょっと中に入れてあるみたいな作品ですね。
でこちらエドワード・マランジ、これ実はあのテンポラリーの画廊でですね、もともとセントラルに大きい画廊があったんですけど、今ちょうどその移動する途中ということで、あのオフィスがあの下のエグジットと同じビルにありまして、こちらを、まあ、テンポラリーの展示スペースとして今あの小さい展示をいくつかあの見せているという感じです。でそして次ですね、エンプティギャラリーです。まあ、エンプティギャラリーは 5,6 年ぐらい前にできた比較的新しい画廊なんですけれども、あのアメリカと日本に太いパイプがあって、あの結構そちらのアーティストが多いんですね。で今回なんとですね、あの生誕100周年の松澤豊さん、あの日本のコンセプチュアリストの始祖と言われて、パイオニアと言われている方の、まあ、もう2006年にお亡くなりになってるんですが、の展示をやっています。でキュレーションはですね、トミー・レイコさん、まあ、トミー・レイコさんは、まあ、あの有名なあの歴史家の方ですけれども、とあのアラン・ロジーノという PhD のスチューデントがあのシカゴのですね、あのキュレーションしてます。でこちらあのアンデパンダンテン の広告みたいなものをまず最初 の部屋 でこのエンプティギャラリー、面白いのはですね、こうエンプティギャラリーのフロアに行くと、もう真っ暗い四角い正方形のキューブみたいなところに閉じ込められちゃうんですね。であの前はボタンのところにライトがなかったんですけど、今はボタンにあのボタンがあの見えるので、そこを押すとドアが開くという仕掛けになってるんですね。ちょっとあの隠されたようなあの画廊です。この画廊についてはいっぱい言うことがあるんですけど、あの言うことっていうのはいいことなんですけど、あの、まあ、それは今回時間がないので、でこれあのちょっと聞かれてですね、あのアンデパンデンのなんて書いてある、これあのご覧のようにですね、あの作品は置いといて作品への思いを送ってくれというような、あのすごいコンセプチュアルなあの内容です。これ1970年代 あのものだったと思いますね。こう長野のやるやつですね。そしてこの次の部屋、あの1964年 あの松澤豊の有名なあの人類消滅しよう行こう行こうというあの大きなバナーですね。すごいいいあの構成になっていると思います。そして真っ暗な階段を気をつけながら降りていきます。すごいんですよこの画廊、本当真っ暗なのでね、気をつけないと。であのこちらですね、今回あの新しく確かあの最近結構発見された松田豊の初期のドローイングですね。これすごい貴重なものだと思うんですけれども、そちらがその真っ暗の中にその浮かぶように展示されてまして、あのここ本当にいつもいい展示、面白い展示、エッチな展示をやる画廊なので、あの香港に来たらぜひ、これもなんか素晴らしいなと思って、あのはい、スペースを出るとですね、こちらちょっとした、まあ、会場オープニングのですね、すごいうるさいんですけど、ものすごくアバディーンの眺めが美しくてですね、ちょっとこちらをご覧いただいてます。今日、3つのアバディーンのティンワンというところなんですけど、の画廊、いかがでしたでしょうか。全部公共ビルの中にあって、本当はすごい分かりにくいんですけど、まあ、ウェブサイトを見ると住所があるので、Google マップとかで簡単に行けると思います。なので、皆さん、もしアートに興味のある方、よかったら来てみてください。それでは、またお会いいたしましょう。こういったアートの情報もたくさん発信、あ、これね、なんかすごいなと思って、ガラスに映ってるんですけど、なんか海から光が上がったり下がったりしてるみたいに見えませんか。まあ、車なんですけど、すごくちょっとスピリチュアルな感じかなと思って、ちょっと撮ってみました。はい、ではまたお会いしましょう。さようなら。